作る中田のブルチャンネル。はい、ありがとうございます。前回は強かったレスラーベスト3の第3位を発表しました。第3位はミスター女子プロレス神取忍選手でした。はい今回はですね、そのベスト2を発表します。さあ、それではいつもコメントで結構皆さんいろんなことを皆さんも予想してくれていてね、1位は誰々なんじゃないの、2位は誰なんじゃないのとか言って、でまた違ったりとかすると、あ、そうなんだみたいな本当に強い人とか本当に怖い人は書けないんじゃないのみたいなコメントもあったりとかして、いろいろみんな予想してくれてるんだなっていうのがすごい分かって嬉しいです。はい、強かったレスラーベスト2はじゃじゃーん、アジャコング選手です。アジャコン、アジャジャですね。アジャの話はですね、いつもプロレスの話をすると絶対に必ず出てくると思います。もうそれほど本当にもうアジャとは切っても切れない、そうですね、レスラーとしていろんな思い出がありますね。アジャが強いと思う理由が3つあります。まず1つ目は、体力的なことですね。体、この間カンドリの時も話しましたけども、カンドリは本当に筋肉質で硬い感じだったんですけども、アジャは本当に柔らかい、なんていうのかな、バネのある筋肉で、ジャンプ力もそうだし、瞬発力もすごく運動に適してる筋肉だと思います。私が115キロで脂肪体質だったんで、アジャは筋肉質の110キロぐらいあったのかな、アジャも当時。全くカンドリとは違かったですね。カンドリはもう本当に言った通り硬くって、なんかね、番組の企画みたいなので体の成分をなんか調べるみたいな感じの番組があって、それでなんか女性とはちょっと程遠い体質をしてるっていうのをなんかね、検査の結果で出て、それね、カンドリに来ました、それを。なんかもう、自慢かって感じなんですけど。はい、全然アジアはそういう硬い感じは全くしなくて、柔らかいんだけども、こう、ずっしりしてる体型ですね、体格ですね。技もすごかったです。やっぱし反射神経、良かったんで、裏剣だったりとか、裏剣も多分ね、私と当たるようになってから、その頃から使ったのかな、その前に使ったかもしれないけど、ちょっとあんまし印象はないですね。私になんかボコボコやってたっていうイメージはあるんですけども、まだ初めの頃だったんで、しっかりこうジャストミートでバーンと当たるっていうことは初めの頃はなくって、だからなんか結構15発ぐらい連続でなんかやられた覚えがある。そうそうそう、金網の2回目の時か、その時多分15発だったと思います。今ビデオ見れば多分わかるんですけど、多分15発連続でやられたですね。何度も何度も。多分空手をやってたから裏剣やったんだと思うんだけど、あれ、なんでだろうね、なんでそれやるようになったのか、ちょっとアジに聞いてみたいですね、今度ね。なんでやったのって、やんないでって言いたいですね、今だったら。もう散々やられちゃったけども。はい、体の部分ではやっぱし、何でも、できましたよね。優秀でしたね、新人でも。多分こう苦労してできなくて残されてとか、何度もやされたっていう覚えは全くないです。いつもみんながやってることは必ずこなしてて、こなせて、まあそれ以上のこともやるっていうことはなかった。まあ初めは新人なんで、言われたことをやるだけだったと思うけども、全く、こうすごくずば抜けてっていう部分は新人の時はなかったんですけど、やっぱし私と当たるようになってから、どん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 頭角を現したっていうのがすごい印象ですね。うん、だからこの2つ目の理由っていうのは、その体は体であった、でもう1つ強いなっていうふうに思う理由っていうのは、やっぱしアジャの内面にある、内面にあった、今までずっとこう培ってきた、アジャが経験してきたバックボーンですよね。多分それがアジャの強さの秘密なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。私は特にそういうふうに思うんですけども、技ができるとか、ジャンプ力があったりとかって、もういろんなすごい選手いっぱいいるけども、そういう人たちが全部が全部チャンピオンになるわけじゃないし、強いっていうふうに感じてるんじゃないんですね、私は。やっぱりその戦ってるうちに本当に相手の心が読めるっていうか、
読めるような戦いをしてたんですけども、アジャトは特にそう、カンドリでもそうだったけども、アジャトも本当にもう2年半ですかね、毎日毎日やってて、試合をずっとやっていくうちに、アジャが考えてることとか、あ、こいつ本当に引かないなっていうものを本当に肌で感じてた、毎日毎日。うん、それが、やっぱしその根本にある強さっていうのは、アジャの根本にあるのは、バックボーンだなんじゃないかなっていう、今までの経験ですよね、やっぱりね。今のアジャだったら、多分、どんな仕事をしても、何をしても、絶対成功すると思います。だけども、私と戦う、っていた時、戦う前はまだあのアジャコングっていうあの確立したシシドエリカじゃないアジャコングとしてまだあの中途半端だったのかな。戦っていくうちにどん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 本当のアジャになってったんですよね。それを作ったのはやっぱし今までの経験だったり、いろんな思いですよね。悔しかった、辛かった、いろんなことがあの本当に原動力となって、それがうまくあのレスラーアジャそして試合にうまく連動したんだと思うんですよね。どんなに器用にいろんな技ができたとしても、教えられたことをそのままやってる人があのお客さんの心を打つわけがないんですよ。言われたことをただやってるだけだったら本当に人形になっちゃうんですね。だけども人間としてレスラーとしてリングに立った時に、みんなと同じことをやっても、やっぱりその人それぞれの思いっていうのがあるから、強い、弱いっていうのの順番が見えてきちゃうんだと思います。私は多分、アジャと、あの、現役時代に、アジャの幼少期の話とか、そういうことは全く、あの、話したことはなかったと思います。私が知ったのは、そのアジャが、あの、雑誌とかで、新聞とかで話したことを、あの、後から、読んだり聞いたりして、あ、そうだったのかっていうふうには思ったけども、それを見たから聞いたからっていうことで、あのアジャのバックボーンが強いな、すごいなっていうふうに思ったんじゃなくて、試合をしてるうちに、あのなんであの負けないんだろう、なんでここで引き下がんないんだろう、他の子たちは全然このぐらいで倒れるし、あの引くのにアジャは立ち向かってくる、やっぱりそこには今まで培ってきたバックボーンがすごく影響していると思います。で、あの、レスラーそれぞれみんな、プロレスとはこうだよっていう自分の思いを持っていると思うんですね。で、それが多分アジャには人一倍強い思いがあったんだと思う。だから私は結局最終的には負けたのかな。私ももちろん今までの経験だったり、培ってきてきた時間があるんですけども、で、絶対にあのプロレスで人気者になってお金持ちになってとか、いろんなことのね、あの信念を持ってリングに立って、私のプロレスの考えが一番だっていう思いでリングに上がってたんですけどもね、あのやっぱりそれのぶつかり合いだと思うんですよ。アジャも自分のプロレスはこうだ、私も私のプロレスはこうだっていうののぶつかり合い、この心と心の気持ちと気持ちのぶつかり合いですよね。そこがやっぱしアジャは強かったなっていうふうに思いますね。うん、それを多分認めたから負けたのかもしれないし、そのね、本当の理由というか、それはもう本当に試合になってみなくちゃ分かんなかったし、負けた後今、まあ、振り返ってそうなのかなっていうふうには思いますけどね。で、やっぱし、あの、私、三つ目なんですけども、強い理由っていうのは、やっぱ私の一番強かった時に、勝ったのが、アジャだったからですね。私はあの、悔しがるさんとか、ダンプ松本さんとか、あの大先輩がいらっしゃって、もうすごいブームで、本当に人気絶頂の時に、まあ引退されたんですけど、私は先輩を、に一人も勝つことなく、皆さん引退してしまって、私はね、あの、先輩が辞めるまでに追いつけなかったんですね。追いつくことも、追い抜くこともできなかった後輩なんですよ。それで、あの、チャンピオンになったんで、全然自信がなかったんですね。そのチャンピオンになった後も。で、こういう思いのまま試合をいつもしてる、あの、お客様に全然入んないっていう時期がすごく、あの、長く続いて、で、こういう思いだけはもう絶対私の後輩にはさせたくないっていうふうに思っていたんですね。で、まあ、それはその思いのまま、あの、アジャコングっていう、もうすごい、
最強のライバルが現れて、まあ、さっき言った2年半もずっと戦うことになるんですけどもね、私が一番強い時に、アジアは私を乗り越えて、私を倒して、赤いベルトを取って、チャンピオンになったんですよね。だから、一番本当にいい形で、アジアがチャンピオンになったと思います。これが本当になんか、多分アジアにとってもすごい自信になっただろうし、何か壁にぶち当たることがあったとしても、時のあの強かった私を倒したっていうことは絶対に心の中にあると思うんで、これはいい、とてもいい引き継ぎじゃないけども、そういう形になったんじゃないかなと思って、アジャコングがそれをやってのけたんで、もうこれはもう何も言うことなく強かったレスラーですよね。体、心のこと、問題、バックボーンですか。そしてまあ、私に、一番強い時に勝ったレスラー、アジャコングがベスト2に強いレスラーです。